あけましておめでとうございます。横山です。えー、本年もどうぞよろしくお願いします。えー、今回はですね、えー、直接釣りの話はないんですが、釣りのビデオ撮影について教えてほしいという質問をいただきましたのでお答えしようと思います、えー。まあ、こんなんもですね、需要がどれだけあるかわからないですけども、まあ、あの興味のある方だけご覧になってください。 まず撮影に使用している機材を紹介しますね。えー、私の場合はですね、GoPro を2台使ってます。これ、色は違うけど、同じやつですね。えー、7って書いてあるから、第7世代のやつですね。で画質の設定はですね、2.7K の 30L という設定で使ってます。これ、4K でも撮れるはずなんですけど、あの真夏に試してみたんですけど、オーバーヒートして止まっちゃうんですね。あのダメでした。 撮、えーまあ、れたとしてもデータやです、ね、それから電池のこともありますので、まあ、気軽に使えるまではもうちょっと時間がかかるかなという感じです。4K で撮れるようになるといろいろ便利なことが増えるはずなんですけどねあの数年後に期待ですねで、えー、1台はです、ね、三脚につけてそれから1台はこう首に下げて使ってますあのこれが横から全身を映すあのカメラですねでこっちの方はあは主観のカメラということです。 でえー、この三脚はですね、あのー、これゴリラポットってやつですけどビデオをやる前からあのスチールで使ってますけども、あのー、平らじゃないこう岩の上ですとかそれから木の枝に絡ませたりとかもできまして山とか海であの写真撮るには非常に便利な道具です。でこれであの全身が映るようにですね、えー、釣り座の横に1台設置するわけですねで、あのー、水面に伸ばした穂先とです、ね、それからこう竿を上げた時のこの曲がりが入るようにあのセットできるといいかなと思います。 あ,のあとはこう太陽がどっちに動いていくかですねあの見て逆光にならない位置に置ければなおのこといいと思いますねで、えー、首に下げる方はですねこれはあの GoPro 専用のアタッチメントですけどもあのこれ簡単に着脱できますんでねこ,うこれを使ってますであの胸に固定するやつですと服を着たり脱いだりするのが面倒くさそうに感じたのとあとこれだとこう外せばですねあのすぐ手持ちのカメラとして使えると思いましてね で実際にやってみたらあのその通り使えましたんで、えー、予想通りやったんで重宝してます。で、えー、SD カードがですね 400GB それと、えー、電源がですね、えー、2万 mAh の外付きのバッテリーを使ってます。でこの2つがあのこれがですねみそですねこれあの合わせて使いますとね十数時間回しっぱなしで撮影できるんですよ。あの限界まで撮ったことないんですけど多分15時間以上いけると思います。 これはすごいことなんですよねあのこんな小指の爪ぐらいの中に 400GB ですからね、えーまあ、これを使うと、えー、十数時間回しっぱなしで,で電池交換もテープ交換も一切いいらないということなんですねでもともとですね私があのビデオを撮ってみようかなと思ったのはこの大容量のカードとそれからこの電池の存在を知ったからなんですねこれどっちか一つでもなかったら私 YouTube やってないです。 あの私の場合はですねビデオを撮るにあたっての大前提が最初から2つありましてまず1つは1人ででやるとということですねあの誰も釣りのたんびに一日中カメラ持って手伝ってくれないですからね自分で釣りをして自分で撮影もするということですねこれがまあ前提その1ですそれから2つ目がですね私はあくまであの趣味の釣り人がついでにビデオを撮っているというスタンスなんでそれからまあ釣りの邪魔にならないんであれば、まあ、ビデオは撮るということですね。 で必然的に決まってくるのがカメラは完全に固定で,で朝釣りを始める前にスイッチ入れてで夕方釣りが終わったらスイッチを切ってでも撮影に関してはこれ以上のことはあのしないというスタイルですね。であの私は釣りの最中にカメラに向かってしゃべることもしませんのであのマイクもなしです。だからあの釣りしている間は基本的にカメラのことはあの一切考えてないということですね。で えただですねなんぼが取る中でこれは取っとかないかなと分かってきたこともありましたあの例えば釣った魚の絵ですねあの私のビデオを見返すと1本目と2本目魚の絵ほとんど写ってないんですねあのもう釣れたら嬉しくてですねあのもう魚の絵撮る前にリか入れて次の一頭に写ってしもてるんですねで釣りビデオである以上はやっぱり魚は写ってないと駄目ですね当たり前ですけど だから今はあのもう慣れてきましたんで魚釣ったら外して忘れずに10秒間魚を取るように、えー、するようにしてますあとはあの釣り始めと釣りの終わりにちょっと周りの風景を取っとくとかですね、あのー、するようにもなりましたねこれもまあ10秒ぐらいのことですけどねはいで、えー、機材についてですねもう少し細かく説明しますと GoPro はここの蓋を開けてですねであの転送シールドで、えー、電池とつなぐようにしてるんですけども この蓋はですね取り外しができるようになってますんでもう邪魔ですからもう外しておきます。で本体の電池はですねこれは抜いておきます。これ入れておくと熱を持ってオーバーヒートの原因になる気がしますんでねあの電源は外部だけにしてます。で外部電池はですねあの首に下げる方はあのポケットに入れてで三脚の方はまあこう床に転がしておけばいいんですけどもあの問題は雨の日ですね。 あのこの電池自体はですね水が付かないように何かこう袋に入れて口縛っとけばいいんですけど問題はこの本体ののコネクタの部分ですねあの今まではマスキングテープでこうちょっと貼って防水してましたけど、まあ、大雨の日とかはなんとか途中で止まるということもありましたんで、まあ、次雨の日やることだったらあのエアコン工事で使う,こうパテとかですね、まあ、そういうものでちょっと試してみようかなというふうに思ってます。 まあ、あのここさえ防水できればですねあの、大雨の中でも撮影は可能だと思います。であとはですね、えー、こっちの首に下げる方のカメラはですね、えー、一応偏光フィルターをあのかますようにしてます、えー、どうしてもあの基本的に水面に向くカメラになりますんでねあのギラつきを少しでも抑えたいなと思いまして一応このフィルターをこうかまして使っているということですね、まあ、どれほど効果があるかちょっとやっててもよくわからないですけどね はいえー、それぐらいですかね、えーまあ、かかり釣りはですね比較的撮影しやすいと思いますというのは被写体の釣り人が1箇所から動かないことそれから当たりを見る穂先がカメラから近いことですね、えー、これ浮き釣りや落とし込みの釣りですとちょっと撮り方が変わってきますんでねあのかかり釣りは比較的、えー、撮影しやすいと思いますはいで、えー、1日無事カメラが回り続けて撮るものが撮れたらですねあとは編集ですね これは自宅に帰ってからの仕事になります。その辺のあの編集についての解説はですね、次後編のビデオで紹介したいなというふうに思います。はい、以上係りずりのビデオ撮影について紹介させてもらいました。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。